フランスに在住されてるとのことですが、美味しい日本食の店とかありますか？うなぎ屋さんで、名前忘れちゃった。銀座かなんかにもある、割と有名なうなぎ屋が、チュルリー公園っていうところの向かいの通りのところにあるんですけど、で、日本ってまあ日本うなぎっていうのを食べるんですけど、ヨーロッパってヨーロッパうなぎっていうのがいて、で、それのうなぎのかば焼きとか作ってる、その野田はよくご存知で、はい。なので、まあそこは割と普通に美味しいですよ。ただ別に日本で食べるのと味そんな変わらないと思いますけどね。うなぎの味ってタレの味なんで。パリでおすすめの日本食レストランはどこですか？ありません。日本食を食べるので、日本以外の国で日本食美味しいと思ったことないんですよね。要は、そんなに素材も手に入らない中、頑張ってるよねっていうのはありますけど、なんだかんだ言ってやっぱ日本食は日本の素材の方が美味しく作れるんですよね。だから強いて言えば野田岩ぐらいですかね。漬物業界に勤めています。業界の売り上げは年々減り続け、業界で少ないシェアを奪い合いしている形です。この業界で利益を上げるためにアドバイスをいただけませんか？本質的に漬物の売り上げが多分増えることはないと思うんですよね。で、キムチの売り上げだけは結構増えてるんですよね。ここ何十年で見ると。なので、要は新しいキムチという食べ物というのが、まあ、韓国から入ってくるものを割とみんな買ってるんですけど、そこは日本人向けにちゃんとカスタマイズして、日本人好みの味にするっていうのを、日本のメーカーがちゃんとやれる余地はあるかなと思ってて、ラーメンって日本中で食われてるじゃないですか。でも、日本人がラーメンと思う、その一杯で成立する食事、要はラーメンって夕飯で食って終わりじゃないですか。あの食事って世界中ないんですよね。いや、日本ラーメンが海外に売ってるんですけど、で、じゃあ中華料理の元々のラーメンっていうと、いろんな食事をした後のスープとして頼む一品の中に麺が入ってるというのであって、あれは主食ではないんですよ。要はその、3、4品頼んだ中にスープを頼んで、スープの中にその麺というものが入っているっていうだけで、その主食として、こってりしたソースで、割とその食感の強い麺が入ってて、じゃあその豚骨みたいな、めっちゃ味濃いっすみたいなラーメンって、実は日本特有なんですよね。中国で行くと、その白湯とか、で、そのあの、さらっとした、その透明感のある薄い味のもので、細い麺で、ちょろっと食べて、ふーんっていうのが普通なんですよ。なので、日本独自アレンジなんですよ、日本のラーメンって。で、カレーも日本独自カレーで、要は日本人がカレーだと思って食ってるものは、インドに行くとほぼないんですよ。まあ、最近ココ一番がインドに進出したらしいんで、ほぼないって言い方に変えたんですけど、要はあっちのカレーっていうか、まあ、インドの場合って食べ物すべてがカレーなんですけど、食べ物にスパイスを入れるのが当たり前で、まあ、日本の場合って食べ物に何でも醤油かけるじゃないですか。で、あんな感じで、インドの場合って、何でもスパイス入れるんですよね、食べ物に。なので、食べ物ほぼ全部カレーなんですよ。で、野菜ベースのスパイスを和えたものだったりとか、羊肉ベースだったり、豆ベースだったり、チーズが入ってたりっていうので、基本全部カレーで、さっぱりしたもので、ナンだったり、じゃご飯だったり、チャパティだったりをつけて食べるっていう、という食、あの、た、その食文化で、小麦粉がっつり入ってて、こってりした味でご飯に乗せて食うっていう、ドーンっていう料理は実は日本カレーなんですよ。なので、要はインドのカレーっていうものを日本アレンジした結果、今日本中で日本カレー食べてるように、ラーメンも日本アレンジしてましたっていうので、僕、キムチも日本アレンジは可能じゃないかなと思ってるんですよね。まず韓国のキムチはもっと辛いし、酸味が強いんですよね。その酸味の強さって多分日本人はそんなに好きじゃなくて、多分酸味抑えた形とか、あとなんか、食べ頃とかって書いてるじゃないですか。なんか買ってから、なんか1週間ぐらい食べてくださいみたいな。で、時間が経つと酸っぱくなりますみたいな。なので、実は日本人が酸っぱいキムチそんなに好きじゃないですけど、韓国の人って、酸っぱいキムチ好きというか、まあ、それが普通なんですよね。もともと冬の時代にキムチつけて、で、それがなんか、春先から夏の前ぐらいまで時間をかけて食うっていう、その漬物料理なので、漬けてすぐ食う料理じゃないんですよ。でも日本人って浅漬け、
の文化があって、つけてもその日に食いますとか、2、3日で食いますっていう文化なので、その乳酸菌発酵の酸味、まあキムチって乳酸菌の発酵なんですけど、その酸味が出る前に食べるっていうのがその好きな漬物の味なんですよ。なので、その、キムチは食べます、焼肉屋で。で、キムチ好きです。日本の漬物食いませんって言ってるけど、実は日本人が気に入ってる味付けって、浅漬けの味付けなんですよ。なので、その、酸味がそんなに強くならない、その乳酸菌発酵があまり起きない形のキムチで、辛さ抑えめで、旨味成分強みのものみたいなのを作ると、で、キムチっていう名前で、韓国の人から食ったら、これ全然キムチじゃねえよっていうものを作るといいんじゃないかなと思います。ちなみに僕は大根の角的っていうキムチが美味しいとあまり思いません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。